である県庁所在地、津市にあった津港と交通の欠接点、松阪市にあった松阪港を統合して誕生した港湾で、三重県内では四日市港に次ぐ規模を持つ。津の港湾は、中国の歴史書には、日本水戸、日本の書物には、三戸七、港と記載されたあのーを起源とし、市名の由来とも、なったが、王子に比べれば、 日本国内における重要性は低下している。一方、松坂の港湾は、ガモウジサトが、松坂城の城下町を整備した頃から、物資の積み出し港として、町の発展を支えてきた。1971年4月1日に、津港と松坂港が合併して成立した港湾で、2港、区14地区からなる。 港湾面積は6200ヘクタールに達し、三重県の主要河川である雲津川と串田川、津市の町中を流れる下友川、岩田川や国道23号と42号が分岐する松阪市の三都線の河口も港湾に含まれる。沿岸には、ジャパンマリニュナイテッド津事業所や、セントラルガラス松阪工場をはじめとする工場が立ち並び、 宗教工業地帯の一翼を担っていることから、工業校としての性格が強かったが、中部国際空港の開港に伴うアクセス整備により、つなぎさまちが誕生するなど、近年は新しい位置づけもなされている。津松坂港は、津港と松阪港を統合して成立した港湾であることから、ここでは、統合前の津港と松阪港の歴史を述べた後に、 統合後の歴史を記す。古代には、あの軍の港として、阿の王津、転化して、ホラ津と呼ばれた港で、平野清盛がこの港から熊野三山,山への参拝のために出港したと、平家物語に記述されるなど、兵士にとって重要な港であった。辻産品には、平野清盛の土で、伊勢兵士の勢力を拡大した。 平野忠盛の生誕地との伝説があり、平氏発祥の地石踏みが立つ。また、白社聖章の赤木浦の名は、京都でも知られていたようで、平安時代の和歌や室町時代の乙木造史に登場する。中世には水戸七港の一つとして、日本を代表する港としてみなされ、中国、秋尾の蚊や元木が表した、武備士の日本港にもほらつは、末のつたり、 地方もまた通し、山城とは異次格、貨物あるいは備え張り、あるいは核、武備士、日本港と記され、筑前国中軍、博多津や薩摩国川辺軍、坊の津と並ぶ日本港として紹介された。これは、あの大津が、伊勢平野の中央に位置し、伊勢三宮街道の中間点かつ内陸国の伊が、山と、大見へ至る街道の起点であったことによる。中勢の米を、 伊勢神宮に献上する船の拠点や、北勢の物資を輸送する気候地として栄えた。しかし、1498年8月25日に、発生した、明王地震に伴う津波が港を直撃し、急速に衰退した。サビれ、具合について、当地を通りかかった、レンガ市の総長は4、5000の廃墟や、同等の跡を残すのみの荒野となり、 犬の姿や鳥の鳴き声すら稀であると手記に記録している。その地震以後の歴史は約200年間の空白になっている。こうして港が破壊されてしまったために当時の正確な港の位置はわかっておらず、現在の逃げ先東大沖説とギ図仮説がある。江戸時代に入ると津藩主の藤堂氏が自藩の物資輸送上の理由から岩高川河口に港を築いた。 この結果、三重崎が港町として繁栄することとなった。ただし、河口に港を造成したため河川の土砂堆積作用に苦しめられ、幾度となく春節を行わねばならず、1925年の北岸特定の完成によってようやく軽減することとなった。鉄道開通前の明治初期頃までは、お伊勢参りの客を乗せた定期船が寄港していたものの、 航路廃止以後は、貨物定期便の海が、第二次世界大戦頃まで残った。1588年、飯高郡の松ヶ島城から四五百森に城が移り、松坂城下町が整備されると、城下の交通は、魚井川、広域輸送は、大口港が担うようになった。また、 城主のガモウシから壊れて海鮮丼屋の伊勢商人、住屋七郎二郎忠秀でも伊勢国渡来軍、大港から松坂に移ってきた。住屋は兼ねてより、北条氏、小田氏、北畠氏らの御用達にも携わる豪商であり、忠秀の父、住屋七郎二郎宗持は、本能寺の変において、神君伊賀越えで、徳川家康の気球を救ったことから、南の持船は、 死子孫孫に至るまで、日本国中、いずれの裏裏へ出入りするもすべて諸役免許たるべし、として、家康から主因を授かった。このことから、住屋の主因船は、死子孫孫までという約束で、徳川家御用商人の特権を与えられ、松坂を拠点にした、主因船貿易が行われることになった。 また、住屋七郎次郎忠秀の次男、住屋七郎兵は、主因船貿易で富を成し、安南、フェイフォの日本人街で、指導的立場になった。江戸時代には、紀州藩松坂領内の米の集産地として機能し、米倉も建てられた。また、参勤交代の際には、三河国厚見軍、吉田と尾張国愛知軍、厚田を結ぶ船が寄港したという。 明治時代には、鉄道の開通とともに一端は衰退するものの、大正時代に、松坂の西方にある、伊南軍の木材を輸送するために、三重県が76万円をかけて、港村に、防波堤や護岸などを整備し、1930年に、完工した。同じ年に、内務省の指定公安となった。また、1913年には、 松阪軽便鉄道大口線が開業。港のある大口駅から松阪市街の平勢町駅を開始、松阪駅や山間部の大石駅まで鉄道が結ばれた。この鉄道は戦後の1948年まで運行された。なお、松阪港に解消したのは、港村が松阪町に編入合併された1924年の、 ことである。第二次世界大戦の終結後、松阪市が沿岸を埋め立てて、工業団地を造成し、セントラルガラスをはじめとする企業が誘致された。統合前、1954年の台風第13号が、1959年には、伊勢湾台風がそれぞれ、三重県を直撃し、津港と松阪港はいずれも、壊滅的な被害を受けた。 伊勢湾台風の翌年から1964年にかけて災害復旧事業で護岸工事が実施され港が再生した一方でかつて和歌にも読まれたアコギウラの美観は損なわれたそして両校のさらなる機能強化を図って1971年4月1日津港と松阪港は合併し津松阪港が成立した 同年に水深7.5メートルの大型岩壁が松坂港区に完成し、1974年から富士フェリーにより東京港との間に長距離フェリー航路が就航した。平成時代に入り、伊勢湾台風後の改修から40年以上が経過したことから港湾施設の老朽化が見られる。そこで1992年度からカラス地区、三雲地区、 松坂港区で液状化対策が施され、2002年度からは、巣港区に江崎地区で工事が始まった。この事業は、ふるさと海岸整備事業と名付けられ、利用、環境、景観の3点に配慮した港湾整備を実施している。以下の航路は、ツエアポートラインが運行している。津松坂港における観光は、 海水浴場での海水浴や潮干狩りをはじめ、マリーナ、ヨットハーバー、キャンプ場など、マリンスポーツが主体となっている。特に、津港区は、伊勢の海県立自然公園の指定を受けている。ありがとうございます。